田崎史郎氏、あんまり荒っぽい議論は自民総裁選でいくら払うのと問う竹志らを下ろす日刊スポーツ新聞。1日に放送されたテレビアスニッキ系ビートたけしの TV タックル日曜正午で自民党総裁選9月12日告示27日投開票にお金がかかるという話題をめぐりビートたけし77や大滝誠75らの議論に。 政治ジャーナリスト田崎史郎氏がやんわりハルス一幕があった自民党は派閥裏が根事件への国民の強い批判を踏まえて今回の総裁選はお金のかからない選挙を目指すとしているただ投票権を持つ全国の党員にパンフレットを郵送するのに1億円オートコールに数千万円かかるという,いう金額が表面化し早くも話題になっている ゲストの元、のびざくおじの山崎は、歴代総裁が居並ぶ総裁選のポスターを念頭に、金券疑惑で失脚した政治家みたいなものがいっぱい載っている時点で、感覚が違う。お金がかからないと言っても、お金を出してきたのは、派閥のドンだったり長老、その人たちが出さないわけがない。 かつて昭和の時代の自民党ではウイスキーの銘柄に引っ掛けて現金が乱れ飛んだと言われるが武氏が推薦人1人呼んでくるのにいくら払うのちょっとこっちに入れてくれよとという時にと問いかけると大滝誠相当かかります金をかけるかポストを用意するかどちらしかないとかつての金権政治を念頭に口にしたする武氏はいくら 5, 万ぐらいイーイとさらに生まぐしく踏み込みやりとりを聞いていた田崎氏は思わず「あんまり荒っぽい議論はしない方がいいと思うんですけど」と割って入った赤羽沢子に「じゃあ荒っぽくなくていくら?」と突っ込まれた田崎氏は「現金が飛びパったの60年前の話」と述べ「今も続いているんでしょ?」と阿川に再度突っ込まれると「続いていない」「そんなにお金はない」って政治家は とほほで理解を求めたこれに衆院議員や宮崎県知事を務めた東国原英夫氏東国あれ栄養士「最近は実弾はないと思います」と田崎氏をフォローしていた。